Thank you.
緒に行きます。これでくれ。把握されましたね。トラフリス。ここが二人の女神を導く場所、祈りの神殿。ジェネシスは世界を崩壊させるために必ずクエストを終わらせると言っていた。やっぱりあいつとは直接。一度町に戻ろう。みんなに話をしておく必要がある。そんなクッキー一つで。でもこういった細かいところにも性格って出るものだと思うよ。もともとは性格の設定すらなかったわけですから、これはきっと皆さんに影響されたんですね。影響か。食欲が旺盛なのは誰の影響か考えるまでもないよな。クラインの影響かな。間違いなくお前だろ。それよりも行くのか、祈りの神殿によ。ああ。その神殿がプレミアちゃんのクエストの最後の場所なんだよね。祈りの神殿、そこで二人の女神が祈りを捧げると、この世界にアインクラッドが創生されてしまう。ジェネシスは二人の女神に祈りを捧げさせて世界の崩壊を起こそうとしている。あいつはそこで俺が来るのを待っているはずだ。でもわざわざジェネシスが来る場所に行くなんて危険すぎるよ。話をして通じるような相手じゃないのは分かっているわよね。もちろん分かってる。けどこのまま黙っていたとしても、あいつは必ずプレミアを奪いにやってくる。だったらみんなで守ろうよ。私たちが集まればいくら強いジェネシスでも。いや、仮にみんなでジェネシスを倒したとしても、きっとあいつは何とも思わない。普通に死に戻りしてまたプレミアを狙ってくるだけだ。だからあいつは俺一人で倒す。俺が。チ
キリタさん。それだけじゃなくて、みんながジェネシスに傷つけられるのも見たくないんだよね。大丈夫、きっと勝つって信じてるもん。止めたって絶対に行っちゃうよね。だったら私たちは君を精一杯支える。アスナ、だから絶対に守ろうね、プレミアちゃんとこの世界を。ああ、必ずだ。いや、シノ。あら、一人でお出かけ？適当に散歩中だよ。もし暇なら、またあのカフェでケーキでも食べないか？それって、デートのお誘い？いや、デートとかじゃなくて、その…単純にケーキが食べたいんでしょ？はいはい、わかってますよ。私は特に用もないし、付き合ってあげるわ。ふう、それじゃあ行こうぜ。そういえば、リヒター、新川くんだけどね。あ、大丈夫だったのか？うん、本人もどうかしていたって反省していたわ。けど、このゲームは一旦やめるみたい。そうか。リアルの勉強が忙しくなってきたって話していたし。だからこれからは時折勉強の息抜きとして話をする時間を設けようってことになったわ。私もできるなら友達でいたいから。まだ気になるところもあるが。それじゃあ、あいつも根が悪いやつじゃないんだろうな。シノンがそこまで言うってことは。うん。ねえ、なんだよ、改まって。だって、これまで私の過去のことを知った人は、明らかに私を見る目が変わって、距離を置くようになったんだもの。だから、みんなに知られた時は、もう二度と一緒に過ごせないって思った。ログインしていない間、一人家に閉じこもって大泣きしていたのよ。意外と泣き虫だな、シノンは。知らなかったでしょ。でもこうしてみんなとまた一緒に過ごせるようになったのはあんたのおかげだから、ありがとう。俺もシノンとあれっきりなんて絶対に嫌だったからさ、離れたくなくて夢中だったんだぜ。
ほんとそういうセリフをさらっと言っちゃうわよね。けど本当のことだし。それにしてもみんなは私のこと怖いって思わないのかしらね。誰も思ってないだろ。むしろ守ってあげなきゃってみんな必死だったんだぞ。そっか、みんなにも私が弱いって知られちゃったわけね。そのおかげで今まで以上に仲良くなれるはずだけどな。みんなへの隔たりを作っていたのは私だったんだものね。まだ私はあの事件をどう受け止めていけばいいか分かってない。今も銃の写真を見ただけであの時のことがフラッシュバックする。それでもみんなが背中を押してくれるから前に進んでいくことができる。ああ、一歩ずつでいいから進んでいこうぜ。あれ、カフェにいるのってアスナたちじゃないか？え？あ、シノン、キリド。やっほー、二人とも。ねえ、よかったら一緒におしゃべりしない？来てよ来てよ、みんなで話をするの楽しいよ。せっかくだし、みんなと一緒にケーキを食おうぜ。いいの？そんなこと言っちゃって。何が？みんなにケーキをおごらなくちゃいけなくなるわよ。俺のおごり？さあ、早く。でも、おごりだろ。ほらほら、ぶつくさ言ってないで。覚悟を決める。おい、手を引っ張るなって。行きましょう、私たちの仲間のところに。しょうがないな。行こうぜシノン。シノンがみんなと一緒に笑えるようになって本当によかった。俺たちには支え合える仲間がいる。この先誰かが思い悩み苦しむことがあっても俺たちは支え合い、きっと前に進めるはずだ。さてと、そろそろ町に戻って消耗品の補給でも。おい、誰だ？後ろで隠れているのはリヒター。確か勉強があるからゲームはやめたんじゃ。黒の剣士、お前はここでもヒーローの真似事か。生ぬるい現実の空気に慣れ、鈍った腕で笑わせるな。何の話だ？忘れるな、俺はお前を逃がさない。いつか必ずお前との決着を果たす。お前は誰だ？おい！今のはきっと新川じゃない別人だ。
別の何者かがリヒターのアバターで俺に接触してきたんだ。そしておそらく俺はその別人とどこかで会っている。次に会うのがいつどこでかはわからないが、その時は何か大きなことが起きそうな、そんな気がする。